ここがシグマラムダシグマオミクロンオミクロン、オミクロンデルタファイシグマシグマ、オービマカドフィセスという名分。裏には、シガ神の立像と、マハラジャサラジャジラジャササーベローガアイスバロッサ、モヒスバロッサビマキャスフィソサトラダラ、大王、蝶の王、世界の支配者、マヘイシュバラ、ビマカドフィセス、保護者という名分がある。ビマカドフィセス、年は、 クシャーナ朝の第三代君主、ビマタクトの子で、カニシカ一世の父、ビマカドヒセスとも表記される。ビマタクトの子として生まれる。五冠の元初年間、ソロク王の暗黒が、衆都の新岩を有罪とし、クシャーナ朝に移したが、クシャーナ王は彼を長愛した。後に暗黒が死ぬと、暗黒に子がなかったため、その母が国政を代行し、国人と共に、 新岩の弟の井原の子を立てて、ソロク王とした。新岩はこれを聞くと、クシャーナ王に帰国を請願し、クシャーナ兵を護衛としてつけてもらった上で、ソロク国に帰国した。ソロクの国人はもともと新岩を敬愛しており、クシャーナ朝を恐れていたので、すぐに原から印字を奪い、新岩を迎えて、ソロク王とし、井原を、バン上皇とした。ビマカドフィセスの死後、 このカニシカが後を継いだ。ビマカドフィセスは長らくクジュラカドフィセスの子とされ、五干書最遺伝にあるエンコーチンとも同一人物とされてきた。また、カニシカ一世との血縁関係がなく、別の王党である、ともされてきた。しかし、1993年にアフガニスタンで偶然発見されたラバータクヒブンによって、彼の父であるビマタクトの存在が知られるとともに、 それまで別とされてきた、カニシカ一世との応答が続いていることが判明した。また、マトラーの神殿師から獅子座に腰掛けた大きな彫像が出土している。頭部を失っているが、丸首筒つつ袖の上着に、ズボンとブーツを身につけている。台座の上面、両足の間に、やや真滅したブラーフミー文字で国文があり、クシャンオービマの名が読み取れるため、ビマカドフィセスのものと推定される。 ビマカドフィセスのコインは多く、ローマのアウレウス単位の金貨性が確立していた。アウレウス金貨とは、アウグストゥスの時代に主として、東方貿易のために打国されたもので、重量は1アウレウスで7.95グラム。クシャーナ朝の金貨もこれと同様である。原文では、月子。中国史書では、クシャーナ朝のことを、大月市の延長として、大月市、月子と呼び続けた。 五感所最生伝おたりなか男、ガンダーラ美術特、シャン王町 P88 おたりなか男、ガンダーラ美術特、シャン王町 P111。ありがとうございます。